えこんにちは。今回はね偏りについてちょっとお話していきましょうまあ偏りっていうのは偏見の「偏」の字って書くんですけどもまあいわゆる偏った見方ですよね極端な見方と言ってもいいかもしれませんでもこれって実は世の中に一定数存在するんですよね確実に偏りってあるんですよこれを否定できる方はいないんじゃないかなと思います、まあ、例えば同じ年にね大学を出た同じ大学を出て同じような体格、同じような学習を受けてきて同じような生い立ちだったのに全く違う人生になっちゃったりするわけですよね で、ポーカーでもそうなんですけどもカードは52枚52分の1の確率で配られるカードでも自分と横の人っていうのは絶対に偏りによって勝敗が決まるんですよねということはね同じ努力や同じような技術を持っているとこの偏りを制するものが勝負を制するんではないかなとも言えるんですよ他にも偏りの例っていうのがあって例えば EV カーですよね電気自動車を持っている人でも、 だいいた住んでるところとかそのタイミングによって不利益を被るのか利益を被るのかってことは違うと思うんですよねまさにガソリン車で一酸化炭素中毒でお亡くなりになる方っていうのはある一定数いるんですけどもでも大部分の方はあんまりうそういうふうな被害を受けないってことになりますでも一定数必ずいるんですよじゃあ少数の方にフォーカスしてガソリン車は危ないよねっていうのか EV カーのデメリットに フォーカスして EV 化は危険だよっていうのかその偏りを悪用する例もあれば実はね偏りを操っていくこともできるんですよまあ例えばね勝負事とか、まあ、私なんて麻雀が長くやってたんですけども麻雀に偏りってものをお存在することをね知ったのは、まあ、中学生麻雀覚えてすぐの頃なんですけどもあのいわゆる確率とかね効率っていうのが、まあ、あるわけなんですよゲームにはねじゃあそれをマスターしたら勝敗は誰が一体握るのかなってことなんですよだって同じ 実力、つまり確率とかっていうのは学習すすするとみんんなな同じになっちゃうんででよね。ね。確率ですから、ねまあ、そうなると同じ確率論を熟知した人が4人麻雀すると誰が勝つのって話になっちゃうつまりこれが矛盾なんですよ。でも勝敗は必ずつくんですよね。なぜかっていうと偏りがあるからなんですよ。今日は確率がこっちの方に傾いていたあっちの方に傾いていたそっちの方に傾いていた。だから時には99% 勝つだろうという方向じゃない方にベットすることがもしねできれば1%しか開かれない勝利をつかむことができるんですよね。でこれはそんなこと分かるわけないじゃんって言って考えなければつまり思考停止すれば本当にそっちの大部分の99の団子の勝負になっちゃうんですよいやでも確実に偏りってあるよねっていうことと。 それをね、やっぱり難しいかもしれないけど認めてどうやったらその偏りを手に入れることができるかなっていうふうに考え始めた人は少なくともそれを手に入れることができるんですよね。偏り、つまり確率なんですけども確率ってのはそもそも何十万回何百万回やった時にやっと一様に平均化するでもそれでもね例えば10分の1の確率が10分の1で均等に割られないんですよ。ほぼ10分の1になるわけですよ。つまり 十万回百万回テストしても偏りはなくなんないままなんですよね。そう考えたら確率とか効率を追い求めるにはますぐに限界が来るってことなのかなと思うんですね。じゃあ通常は確率の高い方に乗っていくのもいいでしょうけども大事な時には確率の低い方にベッドするっていう発想が必要でそのねマンジのね赤木っていうやつがありますけどもその赤木っていうのは実はね確率の低い方にビタッとかけれるから読者の意外性を読んだりとか。 勝てない勝負に勝てたりとかするんですよね。っていうのが強くなればなるほどそれから学習を重ねれば重ねるほど確率の高い方に学習のまんまベットするんですよ。これは人生でも恋愛でも同じですけども。でもそれで負けるっていうことがあるっていうのは何かっていうと偏りがあるからその確率の低い方は確実に低いけど必ず来るってことなんですよね。じゃあ確率が0.1%だから無限に永遠に来ないのかって言ったら そんななことないですよね。0.1%だろうとそれが最初の1回目に出る可能性あるわけですよ。でそれを見分ける方法がもしあるとしたらというか見分ける方法はあるんじゃないかなと思うんですよ。山間でも何でもなくってね。でそれをすごく簡単にしたのが先ほどの EV カーとガソリン車の例で確実に大部分の人はこうだけども一部の人はこうなるよねと。でも確率としては低いわけじゃないですか。低いけども、 その低い方に当たった人ってそれで一貫の終わりその人にとっては100%それが結果なわけですよ、ね。世の中にはこの大体同じぐらいの年代や世代とか価値観を持った人があのこう共存するっていうようなね、えー、感覚もあったりとか特に恋愛とかは同じようなあの境遇の人が大体気が合うわけですよね。でも全く違う境遇とか全く違う年代の人がうまくいく例もあってそれがだからいわゆる偏りなんでしょうね。 だから自分に偏りがどのくらいあるのかとかその偏りの自分はどこになってるのかってことを自分の人生をこう振り返ることによってるることができるんできんすよ、ね、まあ私の例で言うと結構強気に出てうまくいくことが多かったんでそういう人生を歩んでいるとほとんどの人がビビるところで自分だけ強気にいくってことができるんですよねでその時に勝利するわけなんです運が良かってないって言いますけども運がいいんですよそしてその良い運を見抜くことができたんですよね悪い運の時はさすがにいかないですからね 悪い運の時は基本に充実運がいい時は少ない確率の方に行く、まあ、これがだから運を操る方法運に乗っかる方法なんじゃないかなと思うんですよね、まあ、ですんでね麻雀店の親父がそが YouTube やってるみたいなねそんな意外な切り口で、まあ、そこに偏りがあったんですよねきっとねあの瞬間じゃないとダメなんですよこれはだから3年後とか5年後では、まあ、うまくいかなかったのかなと思いますし3年前とか5年前でもうまくいかなかったのかなと、まあ、だからその偏りをねあのこうバッチリ ミックスした時にエントリーするってことなんでしょうねちょっと言い方がちょっと FX みたいになっちゃいましたけども <laughs> まあ FX も偏りありますからね今相場解説相当してるんですけどもテクニカルではこっちの方なんだけどもそうじゃないことが今回ね度々起きてるんですよだからロスカットラインを設けるってことで、えー、損失を限定的にするっていう技術があるんですけども確率の高い方を信じてやった人ってのはこういう時に全損して退場するんですよね、うん、だからね FX で何千万巻きましたってあるでしょ あれっててのはロスカットラインを引いてないな負けるべくして負けるというねそんなことなんじゃないかなとだから偏りがあるから確率の高いほどばっかり追っていったらダメなんだよってことをやっぱりこう胸に刻んでねその偏りとか運をやっぱこう冷静に受け止めて分析していくってことはすごく大事になってくると思いますほとんどの人は運だからっていうので考えもしないんですよ運があることは認めていてもで宝くじだってあれでしょなんか一等何億円とかね5億とか10億とかありますけどもあれが当たる確率って 隕石が地球に激突する確率よりも低いとか言われてるけどもでも毎週のように億万長者生まれてますからね宝くじでこれはどう説明するんだって話ですよね <laughs> そもそも宝くじが毎回毎回誰かに当たってるのにその確率ってのは隕石が地球に落ちて地球の生命が吹っ飛ぶよりも低い確率なんだよって何回言われても考えることはできませんよね確率の高い隕石が落ちる方が全然起きてないんでだからそういうの込みで多分ねその。 自分でで考えないといけないいいとけんですよね学習っていうのはあるけどもその学習も高い確率でそうなるっていう分野と数学みたいに必ずそうなるのと,との間にはかなりの開きがあるんでこの人間における、ね、感覚とかね感情っていうのはやっぱ操っていかないといけないのかなと思いながらの今日の一日スタートでございました。いっってらっしゃい